力と申しまして、中央の石は阿弥陀様、両側の石は聖子菩薩と観音菩薩に見立てられており、本尊と同じく阿弥陀三尊形式をとっております。またあちらの三尊席から視線を奥にずらしていただきますと、石灯籠が確認していただけるかと思います。あちらの石灯籠は大永8年1528年の銘が刻まれており、年代の確定できる建造物としては当法然院で最も古いものでございます。また大永8年と申しますと、室町時代後期12代